今日は以前動画でもご紹介したんですけど、電動自転車のバッテリーパックを分解して18650が中に入っているので、それを取り出してみたいと思います。まず最初にお話ししておかなければいけないことは、こちらの注意書きにもある通り、分解や改造をしない、発熱、破裂、発火の原因になりますと書いてある通り、リチウムイオン電池というのは危険性が結構高いものなので、もし分解とかをするのであれば完全に自己責任の世界になりますので、そのあたりを了解しておく必要があります。では早速分解してみたいと思います。まずこちらのバッテリーなんですけども、ネジで留めてあるんですけれど、このようにネジの頭の形がトルクスネジという特殊ネジのタイプになっています。これはやはり簡単に分解できないようにするための工夫だとは思います。ですので、トルクスネジという専用の工具を使う必要があります。これで分解していきたいと思います。ネジを取っても噛み合わせが結構あるので簡単には外れないようになっています。ドライバーで少々無理やりこじ開けます。両側の爪を4箇所外したら外れました。18650電池が入っています。この蓋もネジで止まっているので外します。ケースのネジを片っ端から外していきます。電池と基板を切り離します。基板が外れました。電池にくっついている金属の板がこのケースに引っかかって、この黒いケースが取れないんで、この金属の板を電池から剥がしていきます。金属なんでショートに注意しながら作業します。この電池に微妙に残ったこの板も電池で引っ張ればこのようにあらかたきれいに取れるんですけど、この板が結構鋭いので指を切ったりしないように注意しないといけません。こっち側の面は全部板を剥がしました。多分これでこれは取れると思います。取れました。反対側も剥がしていきます。取れました。このバッテリーパックの場合、18650が21本入っています。この後各電池のチェックをしていきます。このようなマルチメーターを使って各バッテリーの電圧を測定していきます。3ボルト近い電圧があれば、おそらくまだこのセルは死んでいないと思います。このように全てのセルを測っていきます。全て電圧を測ってみましたけど、今回は全て3ボルト近く電圧があったので、おそらく容量はそれなりに減ってると思うんですけど、死んでいるセルはないと思います。この後一個一個充電していって、ちゃんと充電できるかを確認していきます。以前の動画でも繰り返しご説明したんですけど、こういう組電池に入っている18650っていうのは保護回路が入っていませんので、使う場合は細心の注意が必要です。ただきちんと注意して使えば DIY ですごく使いやすい電池です。保管するときはもともとこのバッテリーパックについてたケースを使うと
このように綺麗にはまるので管理しやすいです。